ていう雰囲気。マジで真っ暗。うわ、鳥居がぶっ壊されてますね。本日の目的地は山奥ということで、この道を徒歩30分かけて向かう光主任。そしてこの鳥居に書かれているのは、教育地で守っていたと言われる神様である。YouTube の皆様、こんにちは、こんばんは。はじめましての方はじめまして、そうでない方もよろしくお願いいたします。僕は今ね、香川県の方に今来ております。現在は早朝、今7時手前ですかね。来てるのは今1月頭の方なんですけど、だいぶ山奥の方今登ってまいりました。教育心霊スポットというのが、あの伊門田という香川県で最強クラスの心霊スポットに来ております。山上がっていくのはいいんですけど、人の気配が全くなくて、もうこういうようなね薄暗い道をずっと歩いてるんですよね。ちょっとカメラ向けますね。はい、もうこんなような道をずっと、僕ね20分ぐらい今歩いてます。近くには廃屋があるんですね。土壁かす。こっちもやっぱり集落はあったんですね。これ多分農作業してた後のあれかな、作業部屋だったのかな。こちらが伊門田、正式名称は自行寺稲荷体権現と言います。合ってるかなある掲示板にここはヤバいという書き込みがあった場所で、呪われた一族が関係しているとのことで、あまり今危ない場所だということなんですよね。呪われた一族というのが家みたいです。この伊門田と言われる理由や、呪われた遺族なぜそんなに危険なのかなとの不明な点も多く、詳しいことはちょっとよく分かってないそうなんですよね。でまず伊門田っていうところにちょっと迫りたいんですけど、伊門田っていう意味は集会場とか会議室という意味で、もともとは人が集うところという意味だったらしいですね。まあ神社なので人は集まりますよね。神社は人の手で祀られたものなので、もしね廃墟がするんだったらね、せめてね中のものだけでもね片付けてほしいなって僕は思います。個人的には。伊門田は他にも調べたんですけど、伊門は病気災害など苦しんでる人を訪ね癒めること、門田は帰った、帰ってきた、で違う意味ではもらったっていうらしいです。で伊門は男が女を親しんでという子で、主として、つまり恋人を指すらしいですね。運転は何々たちで、あとその書かれた掲示板のことなんですけど、最強のスポットを見つけてしまった、香川県の伊門田知ってる人いるって書き込みから始まったらしいんですけどね。ここのその噂というのが、どうやらそれは山中にいる お稲荷さんが関係しているような内容だったらしいです。掲示板の内容をまとめると、呪われた遺族は家族全員が知って一族は滅亡した。で、知ってる人にはどれだけヤバいか分かるという書き込みらしいですね。で、最後に言いますけど、やっぱ呪われた一族との関係をにね、裏付けるようなことは一切書いてなくて、不明なことだらけなんですけど、ちょっとね、今から行ってきます。で、もうここは管理されてない神社らしくて、すごい荒れてるらしいんですよ。で、今は昼間だけど、その後夜も、行きます。イエイ。
ご覧のように、ね、入り口ではこういうふうに、ここのね、あの神社に、神社の建設に携わった方々の名前が載ってるんですよね。すいません、失礼いたします。明るいうちでもライトを少し当てないとしっかり通らないですね、これ。ここがありますね。建設日はいつだろう。昭和52年たびたび失礼いたします。不動明王をね、祀ってる感じですかね。うん、これ不動明王の絵ですね。竹の水が本当にそのまま残ってて、当時の様子が伺えますね。さりげなくしれっと、うん、お賽銭を開けてる様子がこっちもそうですね。そのまま書いてまいりますね。携わった人の名前は。でもここに関わってる遺族の人の名前はないですね。ここに上がるのはちょっと不謹慎な気がするのでね、ここは一旦ね、失礼させていただきます。はい、建設した人の名前かな。これがそうだ、地上寺さん左体験で行きましょう。で、2つあったんだ、もともと。それがこう、真っ二つに分かれちゃってるんだ。修行友が稲荷体験業あ、で、書いてあるんですね。この神社は稲荷様として、地域住人の信仰を集めた崇拝にて来た神社である。昭和44年これあれじゃん、例の呪われた一族の方の名前が書いてますね。昭和45年本年新築、住人の支援によって神社の生計は全て整った。稲荷大元殿とし認証を受ける。ここに先徳の先輩に感謝の気持ちを示す。感謝の非的なものなんですね。作りはね、なんか簡単なプレハブ小屋っぽいんですけど、中の様子はどうなってるのかがちょっと気になりますよね。はい、失礼します。あ、いいこと書いてある。これタコか何かが落ちたかな、あれか。でっかい、それも提灯が飾ってあったけど、あれだって感じですかね。年金の時はこちらの旗をね、特に飾ってたんでしょうね。4月5日と毎週5日の夜は何かやってたみたいですね。例祭。あ、じゃあカリンガンダーが2006年のまま止まってますね。こちらはね、だから2006年まではね、やってた形跡がありますね。それ以降にじゃあ、後を継ぐ人がいなかったのか、なんかしらの理由があって、その今の状態になっちゃったみたいですね。では進んでいきます。多分ここに鍵が閉まってあったんだ。誰かが壊したんだね。失礼します。
家のその当てにらの来たものが来てます。はい、こんな感じでした。昼間の方は以上になりますね。閉まらない では、すいません。失礼しました。今やなきゃ感じた。早速廃墟が見えてきました。これは違うね。投稿者さんでも全然関係ない家だったって話だけど、まあ中には何もないでしょうね。これはちょっと表札だけ見させていただきます。逆に出てきたら怖いけどね。いやでもこれ絶対人は住んでないです。なんかね、お守りだけ置いてあるドアがない。生活感残ってる。いいですね。本当消えてる。すいません、失礼しました。神社もすごい雰囲気だけど、ここも負けてないよ。正高神社はこっちまで距離長いからね。でこの神社にあれかな、建設に携わった方々の名前が掲げてる感じですね。ではちょっとこっち行きますか。お邪魔します。うわー、すっごい静か。独特な雰囲気だなこれ。こうして夜の神社は何回かこうして撮影に来させてもらってるんですけど、まずね、雰囲気がすごいですね。稲荷大明神、ここで間違いないですね。立派な大木。すいません、失礼します。本当にここだけなんか時間が止まったよって感じですね。大阪の廃墟よりもね、いやいい勝負。すいません、失礼しました。すいません、ちょっとまた写真だけちょっと撮らせてもらっていいですかね。はい、すいません、撮らさせていただきます。なんか誰かがこっちを伺ってるような感じがするんだよね。
すいません、何も悪いことはしません。ちょっと見に来ました。これが下にあるのか、遠いですね。待って、これ不思議だな。風はね、吹いてない、風は吹いてないんですよ。もう今なんかこのね、旗だけが急に揺れ出したんですよね。風吹いてないのに、ちょっとびっくりした。一応ちょっとね、バケタンだけやりますか。はい、ここにも多分何かいたんだろうな、置物とかが。考えになったら、この山の中のね、多分守り役としていたんじゃないですかね。神社っていうのはね、誰も管理されなくなってくると、特に本当にそういう悪霊とかがね、居座りやすいっていう話なんですけど。後ろの方で物落としてんな。なんだ、すいません、また失礼いたします。本来ならこの先の祭壇は決められた日以外行ってはいけない。教訓的な感じですかね。うん、今一瞬あの鏡に何か映った気がしたけど、なぜかな。さっき通るときにね、吠えてたワンちゃんかな。失礼します。一瞬だけどね、これがね、顔に見えた。当時はこっちに明かりがあったんでしょうね。相関関係とかもこっちにあったんだ。ここでお茶出したりとかしてたんだ。とかの当時の本当にそのまま残ってます。なんか音がするな。どうせよか、ちょっとついてみますか。なんか中の方でも物音っぽいにするけど大丈夫かな。では移動していただきます。うわぁ、ほんとこれゾッとする。すいません、失礼します。当時のお菓子関係が主にそのまま残ってますね。じゃあ、あれがお経かな。なんかでもちょっと破られてる、ね、割れてる形跡がありますね。でもそこまで人間によって荒らされて、すごいやったかって言ったらちょっとぐらいじゃないですかね。他の心霊スポットと言われるところと比べると。僕もね、写真一枚収めたいと思います。すいません、失礼しました。ちょっと周りだけもうちょっと合わさしてくださいって。明かり付けのね、明かりはすごいいい感じですね。終わり終わったかな、撮影。すみません、失礼しましょう。ここからお
こするな、林の茂みから。平成4年10月。信者一同、呪われた一族の者の名前が書いてある。これは本当だったんだ。だいぶ夜更けて一人でこの山道を歩いてきたんですよ。このチャリンチャリンと音は今これ熊よけをつけてます。お邪魔しました。あれだけだとね、呪われた一族とのこうね、あの関わりっていうのはやっぱ自分の方も分かんなかったんですけど、なんなんですかね。嫌な気合い感じた。今日の探索のだけだとね、本当にそんなことがあったかどうっていうのはちょっとね、なんとも言えないですよね。でも今がね、ちょうど2021年なんですけど、たったでもね、15年ぐらいでこういう風になっちゃうんですね。ああでもね、そんなに嫌な感じなかったですけどね。全然いい場所ですね、ここは。つい先日もね、岡山県の神社の前に来たんですけどね、ここはまさにその2回目の初詣になります。普通に元気だったらね、ここであれですね、おみくじとかお守り買いたかったですね。はい、移動になります。こちらが草木観光ホテルになりますね。では続いてね、上の方に行ってまいります。またなんか落としたね。シャッシャッシャッて私も一緒。ドーマンセーマン、ドーマンセーマン、すぐに呼びましょう、よし、レッツゴー。